どこで何に使われている発泡スチロール？今回は、発泡スチロール屋さんでも意外と知らない、ニッチな発泡スチロール製品を、作っていきます。まずは、厚紙を準備し、ニクロム線でカットするための、型紙を作成します。次に、ニクロムスライサーを使って、発泡スチロールを、所定の寸法にカットしていきます。型紙を発泡スチロールに貼り、ニクロムカッターでカットしていきます。どうですか？どこで誰が何に使っているのか、わかりますか？最後にエッジをカッターで面取りし、サンドペーパーで磨けば、製品の完成です。この製品は、ご覧のような感じでエスとして使うのですが、どこで誰が使っているのかというと、正解は、大相撲で呼び出しさんが座っている椅子に、使用されている発泡スチロールです。発泡スチロールなら日清化成工業の提供で、お送りしました。